あーてね。にゃーん。仕事とプライベートは別なのさってやつかな。だとこれ。コマさんずれよ。コマさんが来た。仲間になってくれるのか。おお、なってくれるのか。やるずれよ。じゃあ使うしかないじゃないか。やるずれ。コマさんと友達になった。コマさんってどうやって戦うんだったっけ。妖術だったっけ。攻撃だったっけ。豚さんか。豚さんと戦うんだ。名前は忘れた。キビスズだね。速攻やる気なくなってんのか。なんだなんだ。頑張りましょう。どっちで登録してるんだ。赤猫団と白犬隊。まだ登録してないんだ。俺は白犬飼ったからね。白犬で行くしかない。これは行きましょう。エントランスに行って、メンバー変えないと。その前に変えるぞ。了解。変更。リーダーをコマさんにする。やっぱり揚力が高いんか。火花の術。でジバニャンは戦ってもらおう。どこ行った千葉に。いた。回復とガードが欲しいな。無理。壁、壁さんよろしく。壁になってもらったところで回復して攻撃だな。あとはレベルを上げに行こう。どこだ。レベル、それはここか。突っ走るぞ。ちょっとでいいや。とりあえずでみんな5ぐらいが欲しいな。チャージ。チャージチャージ。行き過ぎ行き過ぎ。ちょ、上がりすぎだって。素直がちょっと上がりすぎてるから。やっぱりやめれない。ここまで行くともうやめれないのか。しまったな。もっといい回復のやつがいたかもしれない、ね、まあいいか。止まんねえ。さあ行きましょう。どこだ。これか。行きますよ。行きまーす。車に乗ってYBK に来た。赤か白かどっちがいいかって。この君たち、
撮影会でもしてんのか。融合するやつじゃないか。妖怪バスターズ協会。こんなやついたな。ウィスパーと合体したんだろ。みんな赤い人ばっかり。強いのばっかりか、こっちは。どっちがいいんだろう。どっちにどんな子がいるのか分からないかな。誰か似てないか。お前だよ、お前ら二人だよ。本番中なのに言っていいのか。本番中だぞ今。おいおい、本番中だぞ。いいのか。勝手に白いのジャインされた。そんなそんなバカな。ヒロイン隊が勝ったからだよ。ちょっと、ジバニャンは怒らないのかな。白い手帳、白いの手帳か。白の気象の数なんだそれは。ビクトリアン交換できるにゃん。接地外通信か。なんだ、頑張れば白の気象が集まっていくのか。集めまくらないとクリアできないんだな。とりあえず普通にミッションをクリアしていたらたまるだろう。入りましょう。こっちに何もないの。おめでとう。はいはい、戻ります。はい、戻ります。実はアイテムが隠れてたりして奥とか。早いな。バイトしながら携帯をいじるんじゃない。報告しに行く。指令室まで一瞬で飛んでいく。はいはい、行ってきたよ。やるじゃないか。ミス、ゴーゴーゴー。ネクストステージ。ランクアップ。ランクが上がるのか。最低ランク。お、友達を増やしまくればランクアップするんだな。よし、じゃあ行ってみよう。さあ行ってこい。地下室、何が相当できたか。地下室に行こう。ここだ。あえてここは歩く。なんだなんだ、闘技場。行くぞ、参った。ただの物置が闘技場になってる。実戦でもしかしてネット対戦。すれ違い通信か。すれ違い通信でめっちゃ強い人とかすれ違ったらどうしろって言うんだって話だな。基本的に無理じゃん。そうか、
にいきなり強い人ばっかり来たらどうするんだろう。弱い人と捨て違わなかったらどうするんだろうか。今度東京に行った時にいろんな人とすれ違おう。来たで。次のミッションはだんだん坂。どこだったっけ、西に行ったとこだったっけ。覚えとくよ。最大4人の友達と協力してミッションに挑める。通信ができるようになるのか。友達が4人も集まらない。お供妖怪がついてくるのか。ミッションを受けた人のお供だ。やったね。他の人は参加できない。4人集まればいいんだな。ガチャコインがある。マジか。そんな決めなきゃいけない。コマバトルだ。かぶったらバトル開始。理想的に配られるのか。それならば俺は一番いいやつばっかり狙おう。中途半端なところは絶対狙わない。一番いいやつだけ狙うんだ。どこに行くんだ。あ、国家ミッションか。ミッションを選ぶ。通り熱々お風呂にご用心。ランク1で200ももらえる。お風呂上がりを狙う妖怪出現。お風呂上がりの女性を狙うだと。なんてやつらだ。女性なんて書いてない。絶対に勝つんだ。そうだ、コマさん使うのはここで初めてだから、どういう攻撃か見ておかないと。通常攻撃弱い。ため OK。 え、ためたらどうなるの。これは これでどうしようって言うんだ。感じてるだけだぞ。どうしよう、分からない。意味が分からない。取れない。敵がいたらできるのかな。さあ行け。え、何が起こってるの分からない。あ、しかも車内で仲間になった。そんなことより分からない。勝手になってくれ。あれ、分からない。何が起こってるんだ。溜めずに普通に言ってみようか。分からない。このためは一体何をしてるんだ。そんなことしてる間終わってしまう。向こうに何かがある。何かってアイテムだ。ただしかもしょぼい小さいアイテムだ。今回は雑魚敵を倒すだけでも簡単なお仕事だな。ミッションは全然効かない。通常攻撃ひどい。ひどいありさま。ジラーパンチ、ジラーパンチ弱い。やばい、妖術系はもしかして弱いんじゃないか。敵さん、どうしよう。なんかやばい気がしてきた。もしかしたら弱いかもしれない。それで全員が張るのは辛いかもしれない。ボソーンとか言って13しか聞いてない。
分裂させるんだ。どうすんの、また仲間がいる。来てる来てる、助けて、頑張って止めて。お、まず仲間がいる。何と戦ってるんだ。終わった。アイテムとか特にないしな。とりあえずこれだけ取っていこう。止まったー。どうすん。49。貯めるよりもジバニャンの昇竜拳みたいなやつの方が強いんだけど、悲しいことに。もういいよ、仲間ばっかり、仲間ばっかりならなくてもいいよ。こいつは戦ってない。ダメだ、俺が溜め終わるまでに倒してしまう。なんて悲しい。あと1体いたいた。はい、よろしく。どうすん。目的達成。敵もいないのか。じゃあ戻ります。簡単なお仕事だった。ここはスキップでいいじゃないな。クマさんの初めてだから見てみるか。ジバニャンと同じように踊りだったな。なんか踊り方違う、わからないけど違うのかもしれない。お宝発表、昭和あたりだった。レベルが違うだけだな。ニューニューニュー。よし帰ってきたぞ。サブミッション、サブだと。マジか、そんなのがあるのか。ストーリーとは別にサブがあるんだ。したかんだ、痛い。なんでサブっていう言葉で噛んだんだろう。ただのサブで噛むなんて。ミッションを選ぶ。サブ、サブストーリー、どれがサブだ。どれも一緒か。妖怪を助けよう。すべて倒せ。下がれ、私がすべて倒す。すぐに救助しに行こう。どう、行ってきます。妖術系つらいな、これ。どこにいるんだ。いたいた。すぐに向かうよ。敵がいる、いける、すぐに放て。うん、あれあれ、すぐ行けない。どうすん。14、勝手に倒してしまう。ためきれない。どこやってる。さっき落ちた。どうすん。どうすん。普通に殴った方が早いんじゃないか、これ。残念なことに。
ペコペコペコ。10人しか来たない。これは悲しい。わかった、大丈夫？殴ってしまった。いや。さあ行ってこい。周りの悪さしてる妖怪を5体倒す。早く帰れると思ったのに、そんなことはなかった。残念だったな。俺は早く帰れると思ってこのミッションを選んだのに、まさかの罠だ。よしよし、やっぱりジバニャンを普通に使う方が強いんじゃないか。スーパーパーン。どうすんの、こんだけ貯めて13しか効かないんだからね。遠距離砲は弱い気がしてたぞ。どうしよう、困った。弱くても使う。ドン。あれ、避けられた。ドン。33。明らかにジマニャンで戦ってる方が早いじゃないか。これはやっちまった系だな。まあいいや、ジマニャンに任せて俺は恐れを買ってこそこ。遠いな。どうすんの、また僕が帰ってるじゃないか。またかよ。今度は誰にやられてるんだ。体力が減ってきてるぞ。マジか、やばいぞ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 。どこだ、必殺。よしよしよし、ドン。どうなってんだ、あった、達成した、達成したけど遠い。やばい、遠いぞ遠いぞ遠いぞ。50とか与えてんのかな。なんだよこの、この強さの違い。やるじゃないか。クマさんは後ろから戦う方がいいのかな。後ろから魔法でも打ってろ。ジマニャンが普通に倒してしまっている。時間がないよ、時間がないよ。無視しない、無視しかない。あれ、だった、危ねえ。なかなかやばいな。スキープ、脱出成功。宝発表、小当たりで。セーブします。